エドコブシ3分お弁当クッキング。みなさんこんにちは、エヌコブシです。まずはサイドメニューを作ります。スライスハムは角切りにします。縦に切って回転させると効率よく作業することができます。電子レンジで加熱したかぼちゃの種を取り除きます。熱いので火傷に気をつけてください。マヨネーズと和えればかぼちゃサラダの完成です。カップに盛り付けておきましょう。ここからメインを作っていきます。豚バラ肉の細切れをフライパンで炒めます。キャベツは一口大の大きさにカット。主役となる食材ですからたっぷりと用意しましょう。ホイコーローのタレを作ります。八丁味噌を少量の水と砂糖を加えて溶いていきます。料理酒を加えてさらに伸ばします。すりおろした生姜を加えたらデスソースを加えます。刺激をプラスして奥深い味わいにします。これらをすべて混ぜ合わせればタレの完成です。合わせて水溶き片栗粉も準備しておきます。豚バラとニンニクを炒めたものがこちらになります。ここにキャベツを投入します。キャベツがしんなりとしたらタレを投入します。タレをしっかりと絡めます。黒胡椒をかければホイコーローの完成です。さあ、お弁当箱に詰めていきましょう。ホイコーローはたっぷりと、かぼちゃサラダも盛り付けます。プチトマトとごま塩をトッピングすればホイコーロー弁当の完成です。いってきます。